通行手形を改める。手形のないものを通すわけにはいかん。お主のような浪人を相手する暇はない。近くの村で尋ねるがよい。
怪しいな。Thank you.
て。ありがたい。おかげで命拾いしたわい。地獄に仏とはこのことじゃ。この村の長じゃよ。村のものを根こそぎ奪われ、もうおしまいじゃと思っておったが、あんたのおかげで皆も戻ってきた。これでなんとか村も立て直せるじゃろ。おお、そうじゃ。村を救ってもらった礼をせねばの。実は丘の上の洞窟に賊どもが奪ったものをため込んどる。そこに行けば何か一つぐらいあんたの気に入るものがあるかもしれん。どうじゃ。あんたも大方関所を通れず難儀しとったんじゃろう。そのための手形もきっとある。通行手形がいるならば早く行くことじゃ。浪人は大抵あれを欲しがっとるからの。いらっしゃい。どんな用だい？それじゃあな。てめえ、俺
俺らの邪魔してタダで済むと思うなよ。あんたに言うな。なんだ、仲間がいたのか。こちらをぜひ。切ってくれる。誰じゃ。お前が悪いの。何が。何が。しつこい奴らじゃ。ふう。おまんも何やら訳ありのようじゃの。そうじゃ、チックとわしに付き合え。こっちじゃ、こっちじゃ、ほら。出口はこっちじゃ。風を感じる気に。わしの短銃いいじゃろ。上海帰りの友達にもろうたんじゃ。黒船が来てから世の中大きく動きよる。侍の世もどうなるかわからん。西洋の獲物を取り入れていかんと取り残される気の。ほれ、見てみ、出口じゃ。わしの見立てはまんざらでもなかろう。手形を取りに安洞窟に行ったんじゃが、奴らに襲われたの。脱藩が重罪とはいえ、はるばる土佐から追ってこんでも。浪人っちゅうのは自由じゃが、面倒なもんじゃの。しかし、おまんも安洞窟に来て襲われるとはの。大方、あのじいさんに騙されたんじゃろう。まあ、このご時世じゃ、誰も彼も人を食い物にして生き延びることしか考えちょらん。誰かが新しゅうせんと、本国は暗いまんまぜよ。おまんの立ち筋、襲ってきた奴らと同じじゃったの。おまんもわしと同じ脱藩した浪人っちゅうところじゃ。
わかる、わかるぜよ。見えてきたき、おまんを連れてきたかったんはあっこじゃ。おまんも横浜を目指しとるんじゃろう。じゃが手形がないとここで立ち往生じゃ。わしはの手形はあの代官屋敷を根城にしとる賊どもの親玉がもっちゅうと睨んじょる。この辺のもんをため込んじょるそうやきの。まあ手下もそこそこおるじゃろうが、おまんの腕なら造作もなかろう。どうじゃ、手形を取りに行かんかい。そうコントの、わしの見込んだ通りぜよ。腕が鳴るわい。広い屋敷じゃのう。親玉はどこにおるんじゃ。Yeah!
てんのか。来たの。またヘマしやがって。なんだ、てめえも死にてえのか。持ってるものを何でもくれてやる。欲しいものがあってここに来たんだろその顔じゃまだ手に入れてねえと見える。金か、いい刀か。なあ頼むよ。おい、そうだ、ここに蔵の鍵がある。俺らが集めたものが全部入ってる。何でも持ってってくれていい。どっかで奪った変なからくりもあるぜ。よくわからねえがきっとすげえもんだ。本当だ、約束する。ありがてえ、ほんと恩に着るぜ。それじゃあ俺はこの辺で。まさか親玉を見逃すとはの。
あげなやつを信用するとはまっこと甘いの。まあそこに手形がありゃええが。蔵の鍵はもらったんじゃな。とにかく行ってみるしかなかろう。ここに来る途中でそれらしきもんがあったき、ついてくるぜよ。奴らいろいろ溜め込んじゃることじゃろ。わしの読み通り手形もあるとええがの。手形があったんじゃな。すまんの、一枚もらっておくぜよ。こん手形はただ関所を通るためのもんじゃないき。わしは横浜から暗いこん国を新しい日本にしようち思っちょるんじゃ。こん手形はそのための第一歩ぜよ。おまんとは何やら因縁を感じるの。横浜でまた会わんかい。横浜には西洋風の時計台があるそうじゃき、そこで落ち合うぜよ。おらんようならそのあたりで坂本龍馬はどこじゃと聞いてみてくれるかい。おいたらまたの。いらっしゃい、いらっしゃい。いいのが入ってるよ。お買い得だよ。もっちゅーじゃあ、何だろう。おー、あれ、ね、そう、こいつの顔だ。おい、早く来たぞ。ちょっと通るぜ。すまねえな。やはり西洋諸国との力の差は歴然です。我が国も急ぎ追いつき追い越さねばなりません。そのためには西洋に進出の方が変わるほどの机の上で考えてるからそう思うんだろうが。神妙にせんか。大老のやり方も間違っているとは言い切れぬでしょう。あれじゃ民草はついてこねえだろ。天柱が下るわ。おとなしくせんか。
日米で通商条約を結ぶため再び黒船が来航した。騒然とする横浜の街にはこれから日本の歴史を作っていく者たちが集まっていた。いらっしゃいませ。どのようなご用向きでしょうか。承知しました。承知しました。他にはございますか。またお越しください。おまんもついちょったか。黒船が来て港が開いてまっこと賑やかになったもんじゃ。おまんは今横浜に何をしに来たかじゃ。奇遇じゃのう。わしも人を探しに来た。けんどその人はただもんじゃないぜよ。わしは吉田松陰さんを訪ねてきたんじゃ。おまんも聞いたことはあろう。100年先の日本を見据えるどえらい先生じゃ。これから日本がどうなるか、今何をすべきか、あん人ならわかる。実は松陰さんはわしの兄弟子での。松陰さんには子じゃんと門下生がおるき、おまんにも会わせたい。あいつらもう横浜に着いちょるはずじゃ。まっこと面白い奴らじゃき。おまん、ちゃんと前向いて歩かんかい。まあ、拾ってくださるなんてお優しい。私は村山鷹、宮崎遊郭で芸者をしております。あなたのような方に遊びに来ていただけたら嬉しいわ。おお、行き様行き様。わしらちょうど遊郭に行きたいじゃ話よったかよのう。まあそれはそれは。ほいじゃあの。よし、ほいたらわしについてくるんじゃ。おまんとの再会を祝して遊郭でパーッとやらんかい。遊郭には噂が集まるもんじゃ。面白い話を。それにおまんもさっきのおなごを見たろ。横浜には松陰さんを探す前に見るべきものがある。あ、こっちでよ。なんじゃったかの。赤鬼の手下ども、
偉人を追い払うのがお前らの役目だろう。黙れ。騒がしいのも仕方ないかのう。いいの赤鬼が躍起になって倒幕派を捕まえよるそうじゃき。ギャーギャー騒ぐばかりじゃ何も変わらんぜよ。どうすりゃ日本を変えられるかを考えねばの。いたぞ坂本龍馬だ。おとなしくしろ。なんだお前遅いの。やぼな奴らじゃのう。土佐には話の分かる奴がちっくとしかおらん。まいったもんじゃ。おお、見えてきたぜよ。きっとあれが三崎遊郭じゃ。見てってくれよ。着いたぜよ。あら、あなた様はもしや。タカさんが言ってたお侍様ですね。お待ちしておりました。おお、そうだよ。なかなか察しがいいの。革の履物の似合うかっこいいお侍と聞いていたのですぐに分かりましたよ。おまん、なかなか人を見る目がある。ええ芸者になるぜよ。私は吉、斎藤吉。お二人が来たら案内するよう頼まれたんです。あ、そうそう、遊郭では野暮と腰のものはご法度です。気をつけてください。野暮っていうのは他のお客様が遊ぶのを邪魔することです。水を差さないようにお願いしますね。ではご案内しますね。さあこちらへ。ここが三崎遊郭。おまんついに来たの。本人、みんな楽しそうじゃ。さぞ面白い話が聞けそうじゃの。この三崎遊郭は黒船が来てからできたんです。だからお客様も様々。ここでは偉人さんもお侍さんもあれこれ入り乱れてるんですよ。そうそう、タカさんはこの遊郭でも評判の芸者なんです。すぐに遊べるなんてめったにないんですから。お二人は本当運がいいです。この座敷です。タカさんが来るまで中でお待ちくださいね。もう一杯。おお、すまんの。おお、たたたたたた。おい、ここは最高じゃの。来てよかったぜよ。失礼いたします。お待たせいたしました。ここからは私がお相手いたしますわ。
ところでお二方、宮崎にいらっしゃるのは初めてのご様子。ああ、そうぜよ。ここは遊郭。浮世のことは忘れ、楽しんでくださいまし。そうじゃそうじゃ、チックと他の座敷に挨拶してくるぜよ。さっき知り合いを見かけての。楽しい方でございますね。二人でご一緒に横浜までおいでに。おや、そうでございますか。ずいぶん仲がよろしいようにお見受けしましたが、それで横浜へ何をしにいらっしゃったのですか。さて、その方と関わりがあるか存じませんが、黒船に乗ってきた侍の噂なら聞いたことがございますわ。この遊郭には横浜中の噂が行き来しますから。でも教える前に一つお願いがあります。今流行りの写真機でこの遊郭を撮ってほしいのです。何でも写真機はありのままの姿を残す機械とか、この宮崎遊郭のにぎわいを残したいわ。写真を撮ってくれれば黒船に乗ってきた侍のことを教えますわ。そうそう、肝心なことを。写真機はここにはないのです。写真館に行ってみてください。お願いしますね。